これ難しいな、この同じメンバーで入り方が、ね、入り方が、ね、今日何をやるかと言いますと、はい、まあもちろん知ってる方は知ってるんですけど、はい、はい、実物、はい、こちらでございます。あ、素晴らしい。太いよ。あ、本当ですね。太いでしょ。太いですね。太いでしょ。これね、ウエスト32のサンプルなんですけど、ここがポイントですよ。お、はい、ここのこれはもう生地が音数が違うんですか。これね、はい、これが本藍染めのデニム。あ、これ本藍、ピュアブルージャパンさんって本藍染めのデニムあるでしょ。はい、あります、ね、あれの生地を、ここのバックヨークとベルトループに使ってるんですよ。だからちょっとこうフロントもね、ベルトループが本藍染めになってるんですよ、はい、だからちょっとこうツートーン、うんうんうん、に見えるでしょ、ね、これがちょっとね今までにないかな。で、面白いのは今結構色違うと思うんですけど、だいぶ違うですね。そう、でも多分、ね、こっちはね落ちてくるから、あ、だんだんこうトーンが似てくるというか、はいはいはい、こうね、スレーキをねデニムにしてもらったの、ポケットスレーキを。へえ、何か知ってる。なんでですか。え、破れにくいじゃん。あ、強度的な問題。そうそうそう、強度的な問題、はいはいはい、すぐほらポケットに結構そうです、ね、いっぱい物入れちゃうと破れるでしょ、これですね。だからこのポケットのね袋はね、はい、ライトオンスのデニムにしてもらって。あ、もうこれそんな簡単には、うん、穴開かねえぞと、開かねえぞっていうのも、これも特別仕様です。しかもほら丈夫だと色落ちするよ。見えないけど、見えないけど、見えない、おしゃれ、見えないところも、あ、ここも色落ちしてんだ、そう、経年変化してくる。脱いだらすごいです、ね、そうそう、脱いだら、はい、ひっくり返した時に色落ちてきたなって、落ち触りにくいよ、それ立ち落ちしかな、スレーキがっていう楽しみも、もう自己満の色落ちも楽しめるっていうね。しかもフロントはボタンフライなんですけど、はい、このドーナツボタン、あ、いいですね、趣がいいですね、うん、ちょっとクラシックにやっとったので、はい、あのこれラッカーですか。ラッカー黒ですね。黒でね、はい、黒のドーナツボタンを使ってたりとか、はい、結構要はピュアブルージャパンさんのスタンダードなデザインとは違うんですよ、うん、はい、っていうのも一個ポイント。ポイントですね。ポイントです。前と後ろで見るとね、結構ゆったりした感じにはね、うんうん、見えるんですけど、横から見るとね、はい、そんなにね、見て、そんなに太く見えないんですよ。太く見えないですね。そんなに太く見えない。うちとなんか作るときには、はい、ありがたいことに、ね、レザーパッチのデザインが、普段はあれですよ、はい、あのジーンズを染めてる。そうですよね。あれなんかこう絵が入るんですけど、稲妻を染めてくれてるというですね、はい、ありがたい。で、これがじゃん、はい、お値段がこちらです。はい、28,600円で、おいい値段ですね。注文受け止まっておりますので、1月31日まで、はい、注文受け付けております。お待ちしております。皆さんお待ちしておりますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はここまでで、ここまでで皆様ショッピングチャンネルでお送りしてきました。はい、皆さんご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。来週もまた水曜日、はい、水曜日、水曜日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。バイバイ。